からもいただいております。ねえ、10月初旬、10月史上初となる 30.4 度を記録しました。どこって伊勢ですよ。もう暑くて暑くて日差しが背中を刺してもうぐったりしましたという中で行われたのが内宮の鮮魚。はい。ね、ハッチの数の子さんからもいただいておりますけれどもね。うん。まあ、とにかくこの、うん、おごそかに行われたということでね、うん、あの5日の方は天照大神の食を司る豊受け、ね、大神を祀る下宮の鮮魚が営まれるそうです、うん、とずっとこう長いいろんな儀式がね、うん、連綿とある中で、まあ、メインではあるんですけど ね、 とね、ハーフ&ハウスさんからも今朝の話題はこれに尽きるのではないでしょうか。伊勢神宮内宮の鮮魚、昨夜無事に儀式を終えたそうです。今朝の中日新聞一面と中にも関連記事が掲載されていましたが、まさに神聖で厳かな雰囲気で鮮魚が営まれたことが伺いました。私も伊勢神宮へ数回足を運びましたが、ここ数年はご無沙汰しております。年々増え続けていく参拝人口にちょっと気遅れしていますが、また久しぶりに訪れてみたいなと思いますということです。これ今日いただいたんで、実はもう昨日からね、はい、このことについては随分いただいておりまして、伊勢の三山太郎さん、この方昨日いただいたんです、はい、私伊勢でね観光ガイドをしております。おー、そうなの。先ほど内宮から自宅に戻りました。昨日のことです。小川健太アナがね他社に負けず懸命に取材しておりましたですよ。うちの小川が、うん、何人か行ってますよね。え、はい、ポレポさんからもいただいておりますけれども、これもね、伊勢の大学に行っていた20歳の時に遷宮した日、友達の下宿先に泊まらせてもらって遷宮終了後参拝に行きましたというの。40歳の時はテレビで見ましたという。そして今年60になりましてと、こういうこの方の歴史がですね、はい、ずっと刻まれておりまして、ちょうどなんかこうキリのいい時、うん、選挙のね、はい、選挙というか式年遷宮の時期なんですね、はい、うんうん、友達の下宿というのはこれは男性でしょうか女性でしょうか、気になりますねそこ気になります。気になるんです、はい、気になるの。で、まあ、今年孫が生まれましたということですね、はい、彼も節目節目に遷宮が来ます。孫の人生に幸多かれと思います。今年は赤福氷食べなかった、また来年だ、孫と行けるかな、うんうん、という孫と食べる赤福氷。暑かったから赤福氷もよう売れてるでしょうね、うん、ねえ、また来年行った時に、あ、二十歳の時の遷宮はあの時の彼はどうしとるんやろうという、もう男と決めてる男と決めるように、はい、勝手に、どんどん、ね、はい、電光ライダーキックさんからもいただいておりますけれども、前回の遷宮は今回ほど騒がれていたという記憶がありませんが、というこういう印象はまた後で出てきます。はい、A69 助さんからも、これはねなんかリハーサルなしのぶっつけ本番らしいですね。そうそうそう、神様のことなんで、うん、練習なんてしませんいうことらしい。できませんって神様ね、そう強いられませんいうことらしいですけど、小牧のピンクレディさんからもやっぱりそういうことで、はい、そうですよね。要はあの、はい、私たちあのいろんなイベントの時にリハーサルなんかしますけど、うん、まあ、あの神様みたいな、まあ、ゲストさんがいらっしゃらない時なんかは、はい、あのディレクターとか、はい、AD さんとかがちょっとそのゲストさんの代わりになって、はい、ここ座ってください、ゲストさんここで立ちますとかってやるけど、うん、神様の代わりはおせもんね。ああ、そういうことやな。神様、あの、本番の時はこちらの方通りになられます。ちょっと今代わりにね、うちの若いのがちょっと通りますとか、うん、できないもんね。できません。しかしね、あの、もう知りません。新職の方のリハーサルみたいなのあるのかないのかってわかりませんけれども。自分リハーサルはしない。我々のこのマスコミのことに関しては、ものすごくきっちり。はい。はい。各局、まあ、この曲はここ、この曲はここ、うん、ここにカメラを据える、そしてこちらの方はやめてください。はい。もうびっしりそれは。もちろん決めて。きっちりのこの、まあ、あの、打ち合わせといいますかね、はい、そういうような、前もってのことはもう、きちっと計画してある、はい。きっちりこう、秘められる部分みたいなものがね、うん、ありますので、そこのところはしっかりと守らなきゃいいことでね。ねえ。三重のパットバケンジさんからもいただいておりますが、今回で3回目の遷宮になりますということでね、この方も年齢がこうやってわかりますね。1回目をおき引きとか、あの、白石引きに参加して内宮の中まで入りました、うん、というようなこと、2回目はというのは、ね、あの、伊勢神宮の抹茶の管理をしていたんで、ね、神宮会館で親父が招待され、式典の内容を聞きましたとか。関係者だった、ね。ね、いろいろこう、あの時はこうだったなという話ですね。まこちゃんからも、これって近年のパワースポットブームと式年遷宮で、
お祭り騒ぎになっている伊勢神宮の界隈や松坂などの近隣の町で起きていた式年遷宮特需も一段落するのでしょうかね。反動で一気に観光客が減っちゃう可能性があるか心配ですということですが、まあどうでしょう。それよりもこれをみんな見た人が、また増えるんじゃないですか。お医者さんいいな、行ってみようかなっていうことで、これが終わってから激減するというふうには、まあ、僕はちょっと想像しがたい。いろんなところがだから、うん、ほら新しくなったわけでしょ。そこにちょっと行ってみたいなって、うん、私思いましたからね。あ、そうなの。海外からもでも今回はすごく観光客が来てるらしいですよ。それはもう独特のもんですからね、うん、外国人はないもんですもんね、はい、清楚な女性さんからいただいておりますけれども、それにしてもさやこさんはいつも気品がありますねというようなことでね、はい、皇室の方々もね、はいはい、いらっしゃってます。この方は、まあ、いわゆる代表ということでね、はい、参列されておりました。え、もうさやは僕にとっても命の恩人であるということは前から言いましたですね、はいはい、プリンプリン物語が大好きで、大好きだ。1年で終わるところ、はい、私の好きな番組はプリンプリン物語ですと言ったおかげで3年に伸びまして、はい、1年で終わるところ3年間ガス水道電気代、そういったものをちゃんと私は払うことができました。ってことはやっぱり、皆さんってあの花のアナウンサーもご覧になったということですか、うん、もちろんそうでしょう、はい。あ、そこは好きな部分じゃないと思うんですけどね。最後さんの頭の中には私のその存在ってある。そこじゃないと思う。あのプリンプリンがこう悲しそうに月を見ながらね、うんうん、故郷を持ってるとかそういうところのが好きなんやと思うんですけど、ね、絶対でも忘れてないと思います。そうですか。お会いしたら私は目の前でいわゆる歌を捧げて、はべれーけはべれーけはべれーけれーという歌を歌い、あそこがなければよかったと思いますのっておっしゃるかもしれませんけどね。はい、私妹のアナウンサーが増山英子さんですよ。そう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 、峰富士子さん、そうそうそう、ね、ありましたですね。そんなことはいいです、うん、秘密のロビンちゃんからもいただいておりますけれどもね、うん、この3000人に招待された人たちが突然金玉切れな体操やったら面白いでしょうね。やるわけどんな妄想してるんでしょうかね。それからこちら、伊勢は津で持つ、今伊勢は坪井で持つさんからありがとうございます。持ってない持ってない。うちの町もだから、はい、住んでたところもお伊勢さんの一つ、はい、まあ荘園かなんかがあったんでしょうね、はい、ですからそこにあります坂見神社という神社があります、はい、お酒の神様なんですけども、はい、あれが拝殿の方向が逆なんですよ、普通のあれとは。でなんでこの方向向いてるんやって言いましたら、そこでお参りすると、はい、すなわちお伊勢さんの方に向かって遥拝する形になります、うんうん、ですからこれ方向違うんとちゃうかって言ってますが、はい、場所は今伊勢というところ、はい、もう名前がね、うん、今伊勢ですもんね。だから縁もあるんです、そういう意味からするとね、うん、で私そこの氏子でございましたからね、うんはい、だから、うん、だからまあお伊勢さんの縁がある縁がある、はい、お伊勢さんは江戸時代からおかげ参りとして賑わいましたですけれどもね、おかげ参りは60年周期で大勢の参拝客で賑わうそうで、今年あたりがその60周期にあたるそうであります。伊勢信仰を民衆に布教した恩師という方が 産業の、狼である、神様である神様を、はい、農民に広めたのがおかげ参りということでありまして、恩師の宿では清掃した恩師によって豪華な食器に乗った伊勢や松坂の3階の珍味など豪勢な料理や、歌や踊りでもてなし、農民が住んでいるところでは使ったことのないような絹の布団に寝かせるなど、参拝者を飽きさせないもてなしを行ったということでね、音楽や芸能など伊勢音頭に起源を持つ歌踊りですね、歌舞が各地に広まりました。坪井さんの故郷の郡上踊りや花笠音頭などに発展しましたということですかね、伊勢音頭なんかも本当に影響力が大きいと言われてますしね、はい、京都でやりました第1回の官業博覧会、はい、そこでもって外国の人たちになんとか楽しんでいただこうと思ったのがこの伊勢の民謡なんですね。それを祇園甲部の芸妓さんたちがこう踊って舞って、うん、博覧会の別のアトラクションとしてこうやったわけですね、はい、そこで初めてお茶の方でも外国の人が正座が辛いだろうと流礼という形で、はい、椅子に座ってお茶を飲むという形をもたらしたということで、これは伊勢の文化とともに京都に今も根付いている、はい、そんなことでございます。 A69 助さんから、もう中日新聞一面にその模様の写真がありました。神秘かつ幻想的な様子が伝わってきます。今朝この写真を見た我が家の次男がこう言いました。聖徳太子がいっぱいおるね。
ね。聖徳太子がいっぱいあるのは、はいはい、よろしいです。あの、エボウシみたいなね、はい。それに見えるんですか。永平寺行った時に、うちの息子が叫びました。あ、一休さんっていう。その声がザーッと響いて、ドッと笑いが、道内に響いたということで、はいはい、子供はもうね、直感でものを言いますね。はい、ジェジェジェのおじさんから、昨日は伊勢神宮内宮で鮮魚抜きが行われました。いつも思うんですが、神道の世界は難しい言葉が多いですね。千年以上も昔から同じ言葉を伝えてきたので仕方がないかもわかりませんが、うん、信者でもない人もいますんで、もうちょっと言葉なんとかならんやろうかと、まあこういうことですが、なかなかまあでもそれがほら雰囲気雰囲気、ね、変わるとこと変わらんとことあるんですね。うん、まあ、その変わるとこ変わらんとこ、いろいろございまして、うん、こちらの方はどなたでしょう。マドマゼル和田愛さんからもいただいております。鮮魚日本は原発事故を知る目にオリンピック誘致に湧いています。全く懲りない人々によって世界一美しい国日本が世界一醜い、日本にされようとしています。天照大神に祈るよりしょうがないんでしょうかね。大絶景バカ満点さんからも、式年遷宮って全然興味なかったから何かと思って調べてみたら、20年に一度の建て替えという引っ越しらしいんですけども、日本の木造建築なら200年300年ぐらい持つのにもったいないことをしますねということですが、これが前にもちょっと言いました技術の伝承、はい、20年ごとでしたらこういった、神社建築みたいなものが廃れずに済むであろうということと、さらにはまああの汚れの意識ですよね、はい、あの神道というのはやっぱりそういうものが主なあの中心としてありますから、だから死というものは汚れたものであるということです。死はね、で仏教の方は仏になるということですから、うんうん、よくこの辺の、まあ、多分三重県のお寺さんあたりから始まったらしいですけども、うん、あのお葬式に塩を配ると、ちょっと塩を撒いてくれとか、はい、あのちょっと塩がついてるのがありますよね、はい、ああいうのはね、三重県の方からなくしていったと、うん、仏教は死は汚れではないということですが、はい、神道とかなんかやっぱ汚れの一つの文化がこう根底にありますから、はい、うん、こうだんだん古びてきた汚れてきたものは新たにこう建て替えるというのは、はい、あ、そうそう、うん、この方床上手さんからも、床若のいわゆる思想という常に若いということですね、うん、そういうものがやっぱり神道の方には、ね、うん、だから仏教のお寺さんなんかはほら、あの苔むしたっていう方がちょっと珍重されたりとか、はいはい、ね、その歴史があって、こう積み重ねがあってみたいなものが、うん、重要で、他の宗教って、まあ、宗教に限らずですけど、うん、そういう意識が高いですけど、やっぱ神道とか日本のこう汚れを忌み嫌うみたいな文化ってなかなか独特で、うん、だから日本人って、うん、あの割とこう他の民族からするとちょっと抜きん出て潔癖症みたいなところがきっちりしてるみたいな、シャワートイレの普及率なんか世界一やと思います、うん、あれはあの日本で発明されたもんじゃないらしいんですけども、でももうそんな日本で発明したぞというぐらいに普及率は多分世界で一番であったりとか、はい、うん、やっぱり清潔好きというのはこういう神道から来てるのかも、ね、性格っていうのはこういうところにつながるのかなと思います。前にも伊沢元彦さんが言いましたじゃないですか、はい、あのニュースステーション出るときにゲストで久米宏さんに、あ、今日はどうもありがとうございます、あ、久米さん今日私いいもの持ってきましたって、これ私がいつも使ってる箸なんですけども、綺麗に洗ってきました、これプレゼントしますって時、久米宏がええー、いう顔して、はい、え、ですか、嫌ですか、嫌ですか、やっぱり久米さんのところはやっぱご家族で食べるの、お家でもお父さんの箸とかお母さんの箸とかいろいろ決まってますか、それは決まってますよ、うん、ああそうですよね、で、あのカレーライス食べる時のスプーンはお父さんのスプーン、お母さんのスプーンって決まってますか、あ、それ決まってないです、うん、それが日本と外国の文化の違いなんですよ、うん、と、何やらお父さんであってもお箸汚いとか汚れてるというようなことか、ね、ですからこれきれいに洗って、これは衛生上何ら問題ないです、保健所どこに出しても問題ないものをあなたに差し上げますと言っても嫌な顔するという、うん、日本は汚れの文化ございますが、今日のお話はという歴史の話にずっと持っていったということなんですがね、はい、